こんにちは、環境系 YouTuber のかなごりです。さあ早速ですが、皆さんはマイストローを持っていますか？今日は私が今使っているマイストローの紹介と、あとは新しく購入したマイストローをちょっとここで紹介しながら使ってみたいと思います。かなごり、私が今使っているストローがこれです。これがね、ゾック、こうやったら見えるのかな、ゾックっていうブランドのマイストローを私は使っています。でこれすごい、まあ、便利なんでちょっと見せながら紹介したいんですけど、これね、まあこうやってまあ持ち運びできて、このサイズで、まあ蓋開けて、そうで、これをこうやって伸ばすと、お、はい、こんな感じでストローになります。でこの中にこういう風にこうやってあの洗える用のブラシがついていて、でこのストローのやっぱり一番いいところっていうのは、私はこのシリコンだと思っていて、飲み口にシリコンがついているので、冷たいものを飲む時とかに冷たくならない。でこれ素材がステンレス素材なので、なんかね、やっぱね、すごい冷たいのとか飲むとめちゃめちゃキンキンになるので、夏とかはいいけど、気になる人はなんか痛みたいな感じ、なん痛い、はい、なんだろう、わかんない、歯がキーンみたいになる人もいるかもしれないんで、シリコンがついてるっていうのが私はこれのすごいいいところだなと思います。短いので、例えば、まあ、こういう浅いグラスでもこうやって長さが調節できるっていうのはすごく便利です。でもうあとはもうこれ食洗機にこのまま入れて洗えるし、あとはこういうブラシ使って、てかね、真ん中の方までいかないんだよね、これでもそんなに正直汚れることがないんで、うん、中見ても綺麗だし、別にこれで何かそんな汚いもの飲むわけでもないんで、うん、全然これはすごいね、めちゃめちゃ便利です。そうね、であとしまうときはこのままシャキーンで、あとここのケースにこう、はい、でこうしておしまいです。簡単。ちょっと一回ね、このまま吸ったことがあって、全然吸えないなと思ったら、めっちゃブラシ入ってるよみたいな、なんかまあここにブラシが入ってることを忘れないでください。一応これお値段が1320円、税込みで、ただ私もっと安く買ったんですよね。なんかショッピングモールみたいなところ行って、これがキッチンの雑貨のところに売ってて800円ぐらいで買えたんで、多分安く買おうと思えば買えるはずです。これが新しいやつ、これまだこうやって来た まんまなんですけど、このブランドね、ずっとインスタグラム見てて気になってて、そうで、やっぱなんか最近のやっぱエコを気にしている会社っていうのは、こういう梱包とか包装も全部なんていうのかな、プラスチック製品を使っていない、まあ紙もね、なんかいろいろ環境問題のこと問題で言われてるんではいるんですけど、みんなエコエコ言ってて、あ、これ全部エコかって言って買っちゃうのはあんまり良くないなと思うので、私は一応買う前には調べてはいます。はい、これはまあちょっと私はいいかなと思って買ってみたんですけど、はい、これちょっと開けてみます。あー、こういう感じだ、なるほどなるほど。一応写真では見てたんですけど、かわいいタイダルグリーン、私はね今回ブラックの、色を買いました。これ最初見ていいなと思ったのは、ここにこういうあのくっつけられるやつ、これなんて言うんだっけ、この名前、あのそう、こういうこれがくっついてるんですよ。だからリュックとかなんかそういうとこにカチャッと引っ掛けとけば便利だなって思ったので、こうやって開けるひねる式ね、あー全然違う、ストローほんと面白い、わかわいい、ほらここに海のマークがついてる、あ、ここにこうやってブラシがこれもついてます、めちゃナイス、これ伸びる伸びるから、これ洗える、こうやって、あ、いいいい、めちゃめちゃこんな感じ、うん、でこの直径の長さが20センチ、さっきのストローよりちょっと短めですよね、うん、20センチで中くらいに伸ばして、これで17センチで、最後、うん、最後まで短くして、これで 10.5 センチみたいです。なのでコップの大きさによってこの長さを変えられるっていうのはすっごく便利なので、そう、ちなみにタイダルグリーンのこのストローも同じく税込みで1320円でした。これもステンレス素材で錆びにくい、なんか匂いするんだよね、よし、はい、ちょっとこれで一回お水飲んでみます。洗ってないけどいいかな、このままでちょっと飲んでみようか。まあこれだと長いので、ちょっとこれを短くして、はい、こんな感じです。黒もめっちゃいいね、見た目も可愛いし、飲んでみます。うん、なんか変な味がするとかないね、ステンレスのなんていうの臭みとか、
いい感じ。食洗機、電子レンジ、オーブンでは使用できません。まあこれ食洗機には使えないらしい。で、中性洗剤以外は使用しないでくださいって書いてある。わっ初めてご使用になるときは中性の食器用洗剤をつけた柔らかいスポンジ等でよく洗ってから使用してくださいって今飲んじゃったし、まあ今もう飲んじゃったしね、しょうがないね。はい、まあこういうこともあります。まあ免疫を強くしないといけないから、はい、まあ後でちゃんと洗いたいと思います。本製品は冷たい飲み物専用で、ストローでなかなか熱いものを飲む人勇気がかなりいると思うんですけど、まあ意外となんかちょっとこうなんかまあ縛りはあるのかな。ただなんかまあ一つこうストローがこうやって持ってるだけですごいエコなね暮らしはね、できるんじゃないかなと私は思います。マイストローを選ぶ時のポイントなんですけど、一つ目がさっきも言った伸縮性のあるタイプが私は便利だと思います。長さが調整できないとかなり飲みづらいと思うので、伸縮性があるタイプの方が私はおすすめだと思います。あとは携帯できるタイプ、入れ物がないとやっぱり結局使うのって家では使わなくて外だから、まあこういう風にストラップついてるようなやつとか、まあ付けられるものとか、まあこういう方が私は便利なんじゃないかなと思います。あとはブラシ付きであること、大体ブラシついてるけどね、ついてないやつもあるので、ちょっとそこも気をつけて見て買ってほしいなと思います。あと他にもね、いろいろな種類っていっぱいあるので、ちょっとぜひチェックしてみてください。例えばまあドライブスルーでお買い物したとしても、飲み物はって言って、あーダイエットコーラでって言ったら、その時にあストローいりませんっていうのを必ず言うようにしてます。でもらう時もストロー入ってないか確認して、まあストロー入ってたらもうその場で私は返すようにしてます。でコンビニとかでもストローとかお箸いりますかって言われても、基本的に私はもう全部ノーで断るので、もう自分で持ってるし必要ない、必要なくてゴミになっちゃうものはもう極力もらわない。当たり前のようにただこうやって受け取る側じゃなくって、まあ必要ないものは必要ないって言うべきだと思うんで、私的には。なんでプラスチックストローが私は嫌なかって言ったら、まあすごい有名な話だと、まあ、カメさんのさ鼻の中にこうストローが入ってるとか、動物とかもう間違いに食べちゃったり詰まらしちゃったり鼻の中入ったりって、もう本当にね、もう見てるだけ悲しくなっちゃう。もうそういうの別に必要ないんだったら使わないでいいと思うし、まあ、とりあえずストローに関しては私は吸えればいいと思います。吸えればいい。自分でストロー持ってない時は、まあ、このまま飲んで変な人みたいな超ワイルドみたいな人だけど、自分で持っておくっていうのはかなりいいと思います。必要がないなって思った時はガムシロップにしてもポーションミルクにしてもそうだけど、まあノーということはみんなできることだと思うので、しっかり断ることは私は大事だと思います。そう、かなごりチャンネルでは、まあ、こうやってエコ商品を紹介したりだとか、環境に優しい生活を私なりにやっていることをシェアしています。ぜひこのチャンネルがいいなと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価ボタンをどうぞよろしくお願いします。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら、バイバーイ。